コロアの製糖工場跡は、ハワイで最初に商業的に成功したサトウキビ農園の一部であり、ラット社により1835年にカウアイ島のコロアに設立された。この工場は、ハワイ最大の産業となる製糖業の始まりであった。建物は1962年12月29日にアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。現在も、 工場跡地に残る石造りの煙突と基礎は1840年に建設されたものである。佐藤希ビは小規模個人農場の形態で古代のハワイ人により交流していたが、これはハワイにおける最初の大規模商業生産であった。ヒロフ教団のジョゼフ・グッドリッチとコナフ教団のサミュエル・ラグルスは学生に仕事を与えるのと同様に不況を 支援するために農業を用いることで試みていた。グッドリッチ氏を得る試みが失敗に終わると、技術や農業で訓練を受けたことがないのにフーパーは、管理者として農場に移動した。農園はここで、全般的な土壌の肥沃さや良好への近さ、加工用に滝が使用できる、マウリリガ池近くの土地のゆえに設立された。この最初の賃貸借契約は、簡単には獲得できず、 宣教師との関係が獲得に向けて大いに役立った。あらかじめ糖蜜がラム酒に上流されることになり、保守的な宣教師は絶えず戦っていた。ラッド社の創立者は、ウィリアム・ラッド、ピーター・ a ブリンスメイド、ウィリアム・ノーシー・フーパー、であった。ハワイ人は土地の賃貸借契約に抵抗し、はじめは農園経営者に食料の販売を禁止した。 二つの集団が結局時間の経過とともに複雑な騒乱に発展する不安定な協調関係を構築した。980エーカーがカメハメハ三世から賃貸借され、12エーカーだけが1835年9月に入植された。マウリリが池からの水力による小規模な製粉所が少量の糖蜜を1836年に製造した。木製の水車は 急速に摩耗し、そのために増加する生産のために鉄製に置き換えられた。1837年までに製粉所は4000ポンドを超える砂糖と700メートルガロンの糖蜜を生産した。煙突と基礎が依然見られる次の製粉所は、ワイホホヌ川2839年から1841年にかけて建造された。建築費用は16000アメリカ合衆国ドルに近かった。 サトウキビ農園の経営者は、現地の労働者管理に手を焼き、労働力として、全く価値のないものと示唆するほど、苛立ちを募らせた。ハワイ人は習族に固執し、雇い主に忠実に使える義務を負う身であると、理解するには少なくとも数世紀を待たねばなるまいと、記している。この人物はさらに白人労働者なら10人で、ハワイ人400人分の働きがあるとまで主張するに、 至る。農園所有者は労働者の月給2ドルを農園内の売店でしか商品と交換できない、市政通貨、買う愛通貨で支払った。労働者には家具ちょうど付きの社宅をあてがう代わり、家賃を1日1000と払わせた。この条件に対しハワイ人労働者は賃上げを求めて1841年に暴動を起こすが、ストライキは失敗に終わる。コロアの遠隔と、 その労働条件を見直すにつけ、農園主が当該から労働力を輸入する動機、さらにハワイ諸島にグローバリゼーションの大波が押し寄せるきっかけが見えてくる。コロアの農園では労働者との契約体系において、農産物を利子として現物支給すると約束しながら、転職を阻止するため、自己都合の退職に罰金を課した。この手法は後に、古代企業と呼ばれることになる。 ハワイ準州の他の農園経営者にも採用される。他のハワイ諸島を植民地化するのに失敗すると、ラッド社は1844年に閉鎖した。コロアの農園はハワイ政府に取り戻され、1874年まで経営したフーパーの義系ロバートウッド博士に売られた。1853年にスチームエンジンがハワイで初めて製粉所を動かすのに使われた。 サミュエル・バーバンクは生産を増大できる深い隙を開発した。コロアの自会社は1899年に家族の土地とエレエレの農園に加えたダンカンマクブライド家に買収された。代理店は COH デイビーズ社であった。1910年にアレクサンダーボールドウィンが代理店になり、結局他のグループ企業を買収することになる。古い製粉書は 1912年に東に、モロカイ島に計画されたアメリカン製党者から獲得した、さらに広い土地に置き換えられた。フランク・エアレクサンダーが1912年から1937年まで、同社を経営した。セドリック・ビー・ボールドウィンが1938年から、伊王島で死ぬ、第二次世界大戦まで同社を経営した。マクブライドが1948年に、 グローブ農場社と経営統合した。農園は1996年に閉鎖された。2000年に、グローブ農場は祖父のエイヘバードケースが農園で働いていた、スティーブケースに売却された。2500万アメリカが収穫ドルを支払い6000万、アメリカが収穫ドルの負債を想定したが、父親が同社の弁護士であったことから、他の株主から賠償訴訟を起こされた。 訴訟は法廷まで行ったが、2008年に退けられた。ありがとうございます。